人権は、中華人民共和国福建省出身の在日実業家。株式会社創業新幹線の創業者で代表取締役社長でもある。在日華人の企業業支援事業に外にも、医療ツーリズムなど幅広く事業を手掛けている。2001年に来日し、一部上場企業へ就職。2009年に在日中国人の企業を支援する。 株式会社創業新幹線を創業百数社の加盟店本部と提携し、日本で暮らす中国人の企業合計500組以上を支援。現在、ラーメンと中華料理の業態で合計120店舗以上を展開中。2014年、長年学んだ日本のサービス理念と企業運営経験を活かし、日本の最先端医療と素晴らしい医療サービスを 中国国内の患者へ届けるために国際医療コーディネーターサービス芸日医療直通社を立ち上げた。1976年12月21日に中華人民共和国の福建省で生まれ、2001年に留学生として来日。大学卒業後一部上場企業へ就職し、2009年5月に独立。2009年5月に課教。 家人向けの企業支援サイト、創業新幹線を開設、運営。同2009年9月には事業を法人化し、株式会社創業新幹線を設立。同社の代表に就任。2010年に、テレビ、東京ニュース番組、ワールドビジネスサテライトより取材を受け、取り上げられた。2015年2月に、 医療の国境をなくすことを目指し、日本の先進的な医療サービスを中国の患者様に紹介することで、より多くの家庭に幸福と希望を与える。という使命のもとに、医療ツーリズムの会社、株式会社フロンプチュキオを設立。2017年に、上海大崎新幹線産管理有限講師を設立し、社長へ就任。 2018年に株式会社創業新幹線の社長を退任し、会長へ就任。ありがとうございます。